山本沙彦山本沙彦は、日本のジャーナリスト、改造者社長、画号は儀上、薩摩国高城郡水引高大小路村出身、1885年1月にて、家事屋山本正之介の長男として出生する。沙彦が小学生の頃に、成果の経済状況が悪化、根気を極めたことから、旧聖鹿児島県立川内中学校自治大学。 自ら働くことを決意して、沖縄に渡り、離島にて1902年に大洋教員の職を得る。1904年に19歳で上京、郵便及び飛行屋の仕事の傍ら日本、大学法律家を卒業。文字新報、大和新聞記者を経て、1915年に東京毎日新聞社社長に就任。1919年には改造者を創業し、 総合雑誌、改造を創刊。大正期最大のベストセラーとなった、香川とよひこの、視線を超えて、志賀直哉の、安夜航路や林文子の、航楼期、日の足兵の、麦と兵隊など、堂々たる、作家人たちがこぞって執筆し、中央公論と併称される、知識人に圧倒的に支持され、筆読の総合雑誌となる。また、1927年、 世間を一世風靡した遠方の先駆けとなった現代日本文学全集全63巻を刊行し、それまで経済的に困窮していた作家たちの生活は、それによって大いに潤うこととなった。1930年、立憲民政党から衆議院選挙に当選し、戦後は中道主義を掲げた共同民主党を結成し委員長に就任。 三木雄を入党させるなどしたが、公職追放となる。1951年追放解除。翌1952年7月死去。総合雑誌、改造は、山本亡き後、3年で、労働葬儀の末、廃刊となる。アルベルト・アインシュタインや、バートランド・ラッセルの来日招兵にも尽力し、日本の科学界や思想界にも貢献した。ありがとうございます。